かやま沼かやま沼かやま沼は埼玉県久喜市にある沼である。かやま沼は農業用水のため池として利用されている。周囲には道路が整備されており周回することができる。南側は首都圏中央連絡自動車道の通過点となっている。西方より流下してくるかやま堀川と南側にて接続している。かやま堀川は下流域において 綾やと堀川と名称を変える。かつてこの沼は、現在よりも広範な範囲を指す自然沼であった。この自然沼において、神殿開発をするため、伊沢渡る総兵衛た永により1728年、かやま堀川が沼の排水のために開作された。かやま堀川が開作されると、この一帯は主に掘り上げたとして開発されていった。時代はおり、1915年4月に、 香山村高地整理が起工し、南埼玉郡小林村や南埼玉郡大仙村と連携し、1917年3月に竣工した。事業により整理された高地面積は約150兆部、費用は約8800円であった。その後、1966年7月に小林香山内水面特殊補助整備事業が竣工し、 その結果として、沼は現在のような姿となった。こうして、今日の香山沼の周囲は通常の水田となっている。また現在の香山沼は、香山堀川の調節地としての機能も果たしている。今日の香山沼は、久喜市の省部町小林、省部町柴山市号の二つの地区にまたがり、所在している。ありがとうございます。